ルベンディオゴ・ダ・シルバ・ネーベスは、ポルトガルモゼロス出身のプロサッカー選手。ポルトガル代表、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ所属。ポジションは、MF。2015年10月20日、UEFA チャンピオンズリーグマッカビテルアビブ戦で、キャプテンとしてプレーした。2006年にチェスカ・モスクワのイゴール・アキンフェフが、記録した20歳217日の CL での、 最年少記録を18歳221日に更新した。2017年7月、チャンピオンシップのウルバーハンプトンワンダラーズ FC に完全一席。移籍金は非公表だが、クラブレコード、さらにチャンピオンシップの歴代最高額となる1580万ポンドと見られている。8月のハルシティ AFC 戦で加入後初ゴール。2015年11月、 ジョアン・モーティーニョの不祥離脱に伴い、ロシアとルクセンブルクとの親善試合に臨むメンバーに招集された。クラスのダールで開催されたロシア戦で初キャップ。続くルクセンブルク戦ではスタメン出場し、ダニーロ・ペレーラ、アンドレ・アンドレの3人で中盤を形成した。ウルバハンプトン・ワンダラーズ。ありがとうございます。